ポジトロン発電機を発見した。電子と陽電子がくっついてとてつもないエネルギーが生まれるらしい。ポジトロン発電機、うっかり近づくと感電するぐらい強力な発電機。回収したドルフィン号のパーツは30個中25個となった。あと4個あれば飛行能力がアップする。遭難14日目。あと5個のパーツを集めればドルフィン号は完全に元通りになる。残された時間はあとわずかしかない。とにかく全力を尽くして回収しよう。もし全て回収しきれなかったとしても諦めることはない。いらないパーツだってきっとあるはずだ。笑顔で迎えてくれる家族の姿が目に浮かぶ。